さて、今年の世界ジュニアで銀メダル、今度は頂点を狙います。田中啓治、17歳。映画アンタッチャブルより、振り付けの宮本賢治さんが、ちょっとおとなしい性格の田中選手の、そんな自分の殻を破ってほしい、そう話していましたが、トリプルアクセル、密輸を企てる犯人を追っていくという役割を演じています田中啓治。体の使い方も大きくなりましたよね。そうですね、年々メリハリが出てくるようになりましたね。ジャンプも決まりますと、加点をもらえるジャンプを持っていますので、世界ジュニアではぜひショートとフリー両方いい演技を期待したいですね。きっとそうすればおのずと結果はついてくると思いますので、はい。お、この辺りが自分の殻を破ってほしいという、八木沼さん、破ったんじゃないですか。そうですね、かなり恥ずかしがり屋でシャイな性格だそうですが、思い切って今やりましたね。そうですね、今のは観客の方もすごく嬉しかったと思いますよ。観客の方ちょっと固まってましたが嬉しさによる固まりです。そうですね、お客さんとも触れ合って笑顔が見えます田中啓治です。岡山出身で、2010年 の高橋大輔優勝の後の世界選手権後の祝勝会では、高橋大輔に花束を渡す役割もしたそうです。まあ、そういった意味でもまた岡山の期待も高いこの田中啓治ですが、これは冒頭のジャンプですね。本当に今回はチャンピオン期待したいですね。はい。